ツーリストの方って短期滞在なんだけど、途中で具合悪くなる人って絶対出てきて、じゃあその人たちどうやって見るのっていうのも問題に、入院とかされた人いるかもしれないんですけど、入院とかすると何百万ってかかっちゃうんですけど、多分そんなに苦しんだ記憶って多分皆さんも周りの人もいないよね。で、なぜ今まで外国人患者さん見たこと来たこともなかったところの医療機関さんも突然来るから対応しなきゃいけなくなる。世界各国から来てるから、どんな言語の通訳を用意したらいいのかも全く分かんない状態になっています。今日は中国の患者さん その医療事業のお話をちょっとしたいと思います。で、中身のサービスの質ですとか教育研究の質ですとかで高乙変に分かれていきます。日本よりもすごい綺麗な病室だったりします。ただし値段はすごい高いです。世界が総集合今日から子宮筋腫の病状の内容をお話しします。すいません、日本では最初に診察申込書の記入が必要になります。最开始需要填写诊查申请书。中国的电话号码只有手机号码，可以吗？中国の電話番号は携帯電話番号だけでいいのですか？お家の電話番号はありませんか？有我家的电话号码吗？緊急連絡先を書いてください。请写紧急联系方式。あなたは保険に入っていますか？你加入保险了吗？你说的是什么保险呢？どんな保険のことですか？2015年11月6日。就是没有服用过别的药，对吗？药是没有，就是小孩子用的补钙的那种药，对吗？对，保健品的。啊，好的，好的。他の薬は特にもう服用されていないんですけども、ただお子様もそのカルシウムサプリメント的なものは持っていらっしゃったそうです。身長と体重がお分かりであれば教えていただけますでしょうか。はい、かしこまりました。この病院での受診は初めてですか？您是第一次在这家医院就诊吗？请写上紧急联系方式的地址和电话号码。医療通訳のデモンストレーションをしたことで、すごく勉強になりました。もともと興味があった国際系の話とその通訳の話も聞けて、もう自分の進路にすごい参考になりました。